こんにちは、川田美穂子です。英語で日本文化の紹介をするということになった場合、おそらく多くの方は紹介するものと英語に注目してしまうと思うんですが、それ以上にどのように紹介するのか、見せ方、やり方といった方法に関心を抱くと、自分の苦手な面をカバーする工夫に気づいたり、あるいは自分自身が今まで、知らなかった好きなことや得意なことが見えてくるといった面白さがあるのではないかと私は考えております。そう考えるようになったきっかけは、アメリカの学校で日本文化を紹介する方々に事前研修をしていた頃、毎月1回集まってアメリカで実際に行う授業の模擬レッスンということで、みんなの前に立ってお互いのパフォーマンスを見せ合ったという経験にあります。当時参加する方々の英語力にはかなり開きがありました。できる方は英検1級、TOEIC 900点超えで、苦手な方は英検の4級も危ないのではという方もいらっしゃいました。そういった方々が各自パフォーマンスをするのですが、それを見ていて感じたのは、確かに英語力が高いというのはもう有利な点であるわけですね。何をやってもそれなりに説明はできますので、めちゃくちゃになることはないんですが、パフォーマンスとなった時に英語力の高い方のパフォーマンスが低い方よのそれよりも面白いかとなってくると別であるということに気づいたんです。逆に英語が低い方は、言葉が苦手ということもあって結構工夫をなさっていらっしゃいました。分かりやすく絵を描いたり、見せるものをどういうふうにしようか、そういった工夫ですね。でそれと英語力は苦手なんだけど、その方の、普段の職業から非常に有利という方も中にはいらっしゃるんですね。例えば幼稚園や保母さん、普段から子どもたちと接してますから、人前ではもうニコニコと声も大きく、相手が飽きたらすぐ臨機応変に、歌から折り紙に切り替えるとか、そういった姿勢が普段から身についてますから、どうにか本当になってしまう。もう苦手な英語のところは、うまく本当にカバーできてしまうという良さがありました。で、言葉ができる方が陥りやすいのは、言葉による説明に偏りがちだ。ですから相手が子供、これは大人もそうなんですけれど、あまり言葉だけで説明しても分かりにくいということがありますよね。例えばですね、着物をもし紹介するとしたら、どういう紹介の、いろんな紹介の仕方があると思うんですが、学校でもしやるとなった場合、ご自身が着物を着て、Today I'm wearing Japanese national costume 着物と言って見せれば、これが着物なのかっていうことで、インパクトは強いですよね。でも、実際に着物を、持っていない、着られないということもありますので、次に考えられるのは写真などを見せよう。それでも何も見せないで言葉だけで説明するよりは分かると思います。で、また一つのやり方として、クイズにしてしまうというのは、写真などを見せてただ一方的に説明しても相手は聞いてるだけになりがちですので、意外と印象に残らないということも起こり得るわけなんです。で、例えば、三択ということで、 Three women are wearing their own national costume. One of them is kimono, Japanese traditional dress. Which one is kimono?
So you have three options. Who thinks A is the correct answer? Raise your hand. と言ってクイズにしてしまう。まあそうすると一応みんな参加してきて、まあ一応見てくれますよね。だからその方がおそらくただ写真を見せて着物ですというよりは関心を引きつける度合いは強くなってくると思います。それと同時にじゃあこれはということでコリアンとかチャイニーズ他の国の、まあ、そういった民族衣装の紹介もできる、まあ、こういったものを終わったらこの生徒にさせてもいいですよね。この、絵を使ってじゃあ説明してみてってやれば、まあ、生徒の自主的な、まあ、発表の場にもなりますのでもっと印象が残るかと思います。クイズで3択となると結構いろんなことができます。そうですね。 One of them is Japanese national flag. Which one is the Japanese flag? ということで、まあ、世界の国旗の中にはまあ、私自身も本当によく知らないものですけれどシンプルなデザインって結構ありますよね。まあ、これはベトナム、これは、トルコですが、まあ、こういったふうに三択にすると、まあ、自分自身の勉強にもなります。まあ、チリ編 Where is Japan?、まあ、中国の一部と思っている生徒も結構いますので日本は島国であるということもここで説明することができます。まあこういった三択みたいなクイズにしてしまうと使う英語表現も同じような繰り返しになりますのでやりやすいです。ですからまあちょっとした工夫でまあやる側も楽だし相手もまあ楽しんで見てもらえるということになりますね。でそれと最初に言いましたようにやり方を工夫するということで、まあ、英語力が不足していれば見せるものでちょっとカバーできるだろうっていうこともありますが、自分の好きなものや得意なものって意外と本人は気づいていないっていうことにも、私は勉強会を通して、わかりました。というのは、時々、まあ、個人指導ということもやっておりまして、あまりにも、もう不安でしょうがないっていう方は、どんなものを用意してるのっていうことで、その準備しているものを見せていただいたりして、まあ、こちらが気づいたアドバイスをするんですけれど、まあ、その描いた絵とかいろんなものを持ってきて、もう見せていただくと、いや、こちらはびっくりするんですね。こんな、なんか綺麗な絵が描けるのかなとか、本当にびっくりするものを作ってこられる方がいらっしゃるんですけれど、ご本人にすると自分が当たり前にできているものっていうのは、まあ、それは能力と思ってないみたいで、こちらがびっくりするとなんでびっくりするのっていうような顔をされてしまうんですけれど、私はこれは日本の教育の弊害でもあるのではないかと思うんですよ。アメリカの教育ではもう褒めて伸ばすっていうことをこうしますね。もうちょっとしたことでも褒める。でも本当に笑い話みたいなんですけれど、私は昔話の紹介でネズミの嫁入りをやった時にその中で歌としてまあ簡単な挨拶を子供たちに覚えてもらおうとか数の数え方もということも考えて歌などを作っていましたけれど、そこでネズミが一番とか太陽が一番とか一番という言葉を入れたんですね。で、その歌を考える前にアメリカの子供たちが喜ぶ表現って何だろうと思った時に、おそらく You are great っていうような感じで You are 一番と言ったら自分も Yes, I'm 一番なんて言うんじゃないかなっていう、そんなことが想像こうされて一番という表現を入れたんですけど、これは日本の子供たちおそらくね、You are 一番と言ったって、いや私はもうそんなもうとてもとてもっていうふうにつながるかと思います。まあ日本はどちらかというとまあ不足しているところをこう注意してそこを伸ばすという教育などであまり褒めるということはされないんじゃないかなと思うんですね。でも人間いくつになっても褒められると嬉しいもので、
すごいすごいって本当に自分なんかからすると、まあお世辞抜きですごいなとこう思うんですけれど、ご本人たちはそれに気づいていない。だから苦手なところにあまりこう執着して、もう自分がね英語が苦手だからそこにもうそれをあげるんだあげるんだって、そこばっかりにこう気持ちを入れてしまうよりは、自分の得意なものとか好きなものに生かして楽しくやろう、ちょっとまあ英語はもう少し足りなくてもいいじゃないぐらいの気持ちで行った方がいいんじゃないかなって考えるようになりました。まあ実際自分自身の体験から言いますと、勉強会などをやってる時はまだうちわの仲間っていうことでね、皆さんも私を見る目は温かいものがこうありますけれど、まあ自分ももうちょっとこう世の中に出て行って、まあ、公開講座とかカルチャーセンターの講師などをこうするようになる、なりますと、もう本当にいろんな方がそこに参加されるわけですね。で、例えばカルチャー講座で公開講座ってやると、もうカルチャーそのスクールの方でアンケートを取るんです。参加者、この講師はどうだったかとかで、まあおおむね皆さん温かく書いてくださって、まあ、特にアイデアがいいとか面白かったとか書いてくださるんですけど、まあ本当に、まあ数は少なかったんですけれど、まあ先生の日本語的なジャパニーズアクセントにちょっとびっくりしたけれど、まあ、まあ日本の紹介だからいいのかなとこう思いましたって、なんか褒めてるのかけなしてるのかわからないコメントをくださった方もいたり、または大学の出張講座で、ある大学に行った時に全部英語でやってほしいということでやったんですけれど、まあそこも生徒さんが最後にコメントを書いてくださって、まあ皆さん温かいねコメントがほとんどで、でも一人の学生さんがとてもアイデアがユニークで面白かった、でも一つだけ改善する余地がある、それは発音だってもう書かれてるんですけど、おそらくその生徒さんは発音がもうね、多分その前に留学したり何かして、まあ、ご自分にとって、まあ、簡単なものだったんでしょうね、発音を結構ネイティブに近づける。だけど普通に、まあ、日本の公立の学校、私などは中学高校で、まあ、英語を学んで、まあ、日本人の先生から、まあ、文法中心に習いましたので、もう大学に入ってもうミッション系の学校から来た生徒さんたちとの発音の違い、もうリスニング力の違いっていうのも嫌っていうほどに感じましたので、まあそのぐらいの年齢になってくると簡単にもう上げられるもんではないという、もうちょっとこう悲壮感みたいなものを感じたんですね。で、まあ実際に自分が公開講座をするようになったりして、でもまあそうは言ってもね、少しは上げたいなということで、まあそういった、まあ、訓練する場所、まあ、探すといろいろあるんですね。英語のその顔の筋肉をそういったネイティブに近づけるといったような訓練、あとは耳をそういった英語の音を、微妙な音を聞き分ける訓練をする、そうすると耳が良くなると発音が良くなる、まあそんなところにもだいぶ行きましたけれど、自分がいくらねこう良くなってますよって言われても、自分がその進歩っていうのがあんまり感じられないんですね。でそうなってくると、そこでまあ自分としてはそのかなりの時間を費やすより、もっと紹介方法を考えた方が楽しいんじゃないかってやっぱり考えるようにこうなりましたね。それで例えば昔話が本当に自分にとって発音が綺麗だったら、もう立体仕掛け紙芝居などを考えることはしなかっただろうとこう思うんですけれど、まあ歌舞伎の当時、まあ、初代市川猿之助さん、以前の昔の猿之助さんのスーパー歌舞伎を見て、まあ、いろんなとこからパッパッとこう、ね、主人公が出てくるのを見て、あ、紙面から紙面を利用していろんなとこから主人公が出てきたら面白いかなっていうのが、まあ、きっかけになりましたけれど、まあ、その代わり18世紀のヨーロッパの仕掛け絵本展とかいろんなとこを見に行って、それは自分にとって楽しいことでした。このガラス戸越しにその雑誌仕掛けの絵本を見て、どうやったらああいう仕掛けができるんだろうって、やっぱり古いものですから触ることができないので、自分の頭の中で考えて自分なりに工夫する。ですからやっぱり自分が楽しくできるものを考えた方がいいんじゃないかなって、やっぱり
楽しいっていうことがやっぱり前提になりますよね。その苦しみが先に来て、そればっかりやっていってやるよりは、まあ、そこから自分は何かいろいろ相手を考えるのが好きなのかなっていうことにも気づきました。で、付随したことなんですけれど、アメリカで学校で茶道がとっても評判がいいということで、私も茶道に非常に関心をこう持ち始めた頃、日本の英字新聞、まあ、割と簡単な英語で読めるという英字新聞に、ニューヨーク、イリノイ州の大学で教えながら、まあ、日本人の方の、先生の、エッセイだったんですけれど、教えながらお茶室、その大学内にあるお茶室で茶道部、茶道を教えているという、まあ、そのご自身の体験を毎週楽しくこう読んでいたんです。で、その先生が東京で講演会をなさるということで、もうすぐ伺ってお話を伺っていましたら、その先生がやはり同じような、私と同じような悩みをおっしゃったんですね。アメリカの大学で自分がその英語を喋ったりすると生徒が笑ったりして、自分がどうにかにしてもっとね、英語の発音を良くしたいとこう悩んだって。で、それを同僚にね、どうしたらいいんだろうかってもうこう言ってましたら、その同僚の方が、お前ネイティブ並みのね発音にこうしようと思うなって、お前のその日本人的な発音だからみんながもっと聞こうという気持ちになるんだって。で、まあ、そのお話を伺ってて、あ、やっぱり内容の方がやっぱり大事なんじゃないかなと思うんですね。いくら発音が綺麗であっても中身がなければやはり人は聞いてくれないんじゃないかって。私もやはりもう苦手なところにあまり執着するのはやめようと考えて、で、まあ、自分のそのままの発音でいいんじゃないかって、まあ、ある程度、まあ、居直りといえばね、居直りなんですけど、そういうふうに考え始めた頃から、まあ、もっと違う方向に、違う面にもっと時間を割くようになって、それがさらに、まあ、自分の日々を楽しくしてくれたということにつながりました。ですから皆さんもぜひその何を紹介するかということが決まった時に、まあ、自分自身の、まあ、自分自身を見直す、まあ、きっかけですよね。どんなことができるのかなって、そのやり方、やり方を考えているうちに、おそらくご自身のもうできること、好きなこと、得意なことがもっと見えてきて、皆さんの日々もより楽しいものになるのではないかと私は感じております。今日はやり方によって、まあ、苦手な面をカバーしたりして、自分の良さや好きなことに気づこうという、まあ、体験をお話しさせていただきました。ありがとうございました。